ははい皆さんこんこにちはバイイイトサズズジャパニーズのレイラです元気ですす元気か今日はね少しまあ私の愚痴を聞いてほしい愚痴ってまああの文句ですねちょっと嫌なことがあってもうイライラしてるから私の言いたいことを聞いてほしいですねはい愚痴を聞いてほしいですまあ最近車を買おうとしてるんですけど それがねもう本当にうまくいかなくってなかなかね買えないんですね。でもう本当ねもう車を買うためになんかねいろいろとこうやらなくていいだろうと思うのにやらないといけないめんどくさいこ,うことがたくさんあってもうめんどくさいシステムとかめんどくさいペーパーワークとかね もうちょっとイライラしてきててちょっとね皆さんに聞いてほしいんですが、まあ、実は昨日ねそのイライラしたことがあったんだけどこう日本で車を買うためにまずは、まあ、駐車場を契約する契約するは、まあ、借りる約束をする、ね、しないといけなくってそれもね本当によく分かんなくってだってもうこのアパート借りてるんだから。 じゃあアパートの会社にこうメールとか電話して駐車場借りれるかなと思ったらそうじゃなくてその会社のオフィスに行って銀行のカードとかあとはハンコをね持って行ってもう事務所で契約の手続きまあ手続きはねあのいろんなやることですねをしないといけなくてまあそれも本当大変だったんですけど。 で今度はその事務所でもらった駐車場を契約しましたという紙を警察に持っていかないといけなかったんですね。で、まあ、昨日ね私警察署に持っていきましたでしかもその警察署がもうここに行ってくださいって決まってて家から12キロ離れた警察署で。 で電車で行っても全部で1時間半ぐらいかかるんだって駅から遠い駅から40分ぐらい歩く場所で自転車で私昨日行きました12キロ離れててで、まあ、初めて行く場所で、まあ、迷ったりしてね1時間ぐらい自転車に乗って警察に行きました でもうこれだけでね私ほんとめんどくさいと思っててなんでこんな遠い警察署にこのね紙を出すために行かないといけないんだと思ってそしたらね <laughs> あの車を買ってから来てくださいと言われてまあ私まだ車買ってないのでまあ本当はねもう行かなくてもいいのに警察署に行ったことがわかったんですねでしかもね。 もうめちゃくちゃイライラしたのは、まあ、警察署にね、まあ、私が駐車場を借りましたっていうことを書いた紙をね持っていったらそしたら警察があじゃあ分かりましたって言って新しい紙をくれてこの紙にあなたのそ借りた駐車場までの地図を書いてくださいって言われたんです。えと思って紙に 地図を書くその警察の人がその地図を見て駐車場まで行けるような正しい地図を書いてくださいって言われて「え手で書くんですか?」みたいな「はい」って言われて「えなんで?」「Google マップ使えばいいじゃない」みたいなで私が「調べたら分かりますよね」って言ったら警察の人が「あ皆さんそう言いますけど」 書いいてててくださいって言われてもうねほんとね意味が分かんなくってお私ねその時はほんとねちょっとね泣きそうでしたもうだってもう警察署に行くってことがそもそもちょっとバカらしくてなんでこんなことを自分がしないといけないんだって思ってで1時間ね自転車に乗って警察署に行ってしかもその日行かなくてよかった。 れでこの地図を書いいてくれみたいななんかねバカらしくなってきてほんとねもう本当にイライラしてこう泣きそうになったんですね。皆ささんどう思いいいますか紙に地図を書てくださいあなたが借りた駐車場の地図を誰でもその地図を見てあなたの駐車場に行けるように地図を書いてください。じゃあその駐車場の住所は 何のためにあるんですかじゃないですかその住所がわかったら地図を見てそこまで行けるのが住所ですよねじゃあなんでその地図を紙に手で書かないといけないんですかって本当にもうもうね信じられなくってもうその日はすぐに家に帰ったんですけどこう皆さんどう思う これはちょっと問題じゃなないかな警察ももう21世紀でしょちょっとやり方を変えた方がいいんじゃないかなと本当に思ったんですね。で本当ねもう車買うのもむちゃくちゃ大変でもうこんなにいろんなペーパーワークがあると思ってなかったんですね。まああこれからあとね2回は絶対警察署 行かないといけないいいとけんです、ね、こう車を買ってから行くそれから23日して警察署が作った書類を取りに行くあと2回もね行かないといけないねえほんとねもうイライラしちゃって <laughs> 何と思って、はあ、でもう一つね、まあ、イライラしたこと、まあ、これはね半年くらい前の話なんですけどこれは えー、私の彼氏が日本で日本の運転免許を作りに作った日の話なんですけど、えー、彼氏はオーストラリアの運転免許を持っていてでオーストラリアの運転免許と、まあ、日本の運転免許ってこう交換できる交換っていうのはこうエクスチェンジなんかオーストラリアのがあったら 日本のにすぐにできるんですね。だからあ簡単だろうなってすぐできるすぐすぐ終わるだろうなと思って行ったんですね。その免許センターにね。でそしたらもうもうね6時間ぐらいかかったんですね。でその免許センターのスタッフの人が私の彼氏に本当ねもういろんなね意味のわからない 質問をしてて例えばオーストラリアで免許を取った時の、えー、車の免許をね取ったのはまあ10年前確かにすごく前なんですけど頑張って思い出してくださいどんなテストでしたかって言ってこう紙にこれもね手でオーストラリアの車の免許を取った時のテストの 内容を紙に書いいてててくださいって言われて例えばねまあこことこことこことここに赤いコーンがあってこの間を車でどんな風に走りましたかとかバイクでどんな風に走りましたかとかオーストラリアの車のテストのねしかも10年前なんて覚えてないのに。 紙に書いてくださいとか言われてそれててそは覚えてないですよねだからもう本当ねそういうオーストラリアでどうだったかっ覚えてないし誰も正しいかどうか確認できないのにそれを紙に手で書いてで本当ねもうそれをね何回も繰り返しやってあさっきのはここが分からなかったですから次は。 ここを書いてくださいとかさっきのは十分じゃなかったので、えー、これはどうでしたかとかすごくね質問をされて本当ねもうお昼の12時にその免許センターに行って終わったのがもう6時半とかだったんですね本当にねバカらしくなったんですよねなんでそんなことしなきゃいけないのってだってオーストラリアの免許は日本のに できるって法律で決まってるんだからなんでこんなこんなに誰も正しいかわからないことを紙に書いて見せないといけないのっていう本当ね意味が分かんなく,てあ,なんて,くてありがとうみんかもう最近はちょっとイライラすることがたくさんあって本当ね日本のシステムって 古いままなんですね古いのが残っていてなかなか変わらないんですねうん、もう大変だ本当に <laughs> 本当にねなんか車一つ買うのでも本当はね3月に買いたかったんだけどもう5月になってるしなかなかね進まないです大変ですまあ、今日はこんな感じ <laughs> もうなんかすごくネ,ネガティブなエピソードになってしまったんだけど皆さん本当に聞いてくれてありがとうございますなんかもう、うん、大変ですまあ皆さんがねもう日本で生活する時も結構大変になると思うので、まあ、するかわかんないですけどね私のエピソードを参考にしてください <laughs> まあいいわ今日はこんな感じで終わります いつも聞いてくれてありがとうございます。で、まあ、こんなエピソードをね、あポッドキャストサポートしたかったら、パトレオンもありますので、パトレオンに入ってくれると嬉しいです。じゃあ、もうお疲れ様でした。今日はここで終わります。じゃあ、また次、聞いてください。ありがとう。